病気の父を励ますため計画した家族での温泉旅行。その最中に夫の翔介と私の妹が二人で寄り添い家族風呂に入る姿を目撃してしまう。ああ、家族風呂最高だった。やっぱり一人でゆっくり入れるのはいいよな。風呂から戻った夫はやたらと一人だったことをアピールした。その態度があまりにも不自然で、私は思わず顔をしかめ、睨みつけた。一人で家族風呂に入っていただなんてよくそんな嘘がつけたわね。あなた、妹と二人で家族風呂に入っていたでしょ。私見たのよ。幼い頃から仲が良かった妹が私を裏切るだなんて信じられなかった。私がそう問い詰めると妹は驚くべきことを話し始めた。違う。お風呂に入っていたのは私じゃないわ。この人よ。そう言って妹はある人物を指さした。どういうこと？そこにいたのは濡れ髪でほてった様子のあの人だった。私の名前は彩香。夫の翔介とは結婚して数年になるが、特に大きな喧嘩をすることもなく平穏な日常を過ごしている。夫はもともとは会社の取引先として出会い、たまたま共通の趣味がきっかけで仲良くなり、やがて付き合うようになった。引っ込み思案で奥手な私だったが、3歳年下の妹のマリエに翔介とのことを相談し、恋愛についてのアドバイスをもらう。マリエと私は昔から仲が良く、お互い何でも悩みを話し合うような仲だ。そして妹からのアドバイスが功を奏したのか、私は翔介と結婚することができた。マリエはまだ独身だが、妹が恋愛に困ることがあれば、今度は私が助けよう。そんなことを考えていた。私たちの実の母親は、私が高校生の時病気で亡くなった。それもあって姉妹で助け合って生きていこうという気持ちが強いのかもしれない。父は複数の会社を経営する資産家で、多忙な人間だったが、自分のできる限りで私たちに愛情を持って育ててくれた。そんな父が純子という女性と再婚すると言い出したのは母が亡くなって10年が経った頃だった。純子は父と親子ほど年が離れている。元モデルをしていたらしく、スタイルもよく美人の彼女がなぜ年上の父と結婚を？と私もマリエも不思議に思った。だが、母も亡くなり10年も経ったし、父が幸せになるのは嬉しい。年の差があっても二人が愛し合っているならそれでいいだろうと、特に反対もせず、二人の再婚を祝福する。父は少し変わった人間で、こんな若くて美人の嫁をもらえたなら金目当てだろうとどうでもいいと豪快に笑うのであった。私も妹もすでに実家を出ていたので、純子と会う機会はそう多くはない。しかし、時折帰省した時に彼女に会うと、どうも純子は私とマリエと距離を取っているような様子だった。確かに自分の夫の連れ事はなかなか打ち解けにくいのかもしれない。明らかに避けられているのは分かっていたが、しょうがないだろうと、私たちもあえて関係性を深めることはせず、最低限の交流だけにとどめた。そんな中、父から突然、末期がんを宣告されたと打ち明けられる。お父さん、末期がんなんて本当なの？慌てて実家に駆けつけ、病気の詳細を聞く。父によると、定期的に受けている人間ドックで発覚したらしい。がんはかなり進行していて、病院での治療もすでに意味がないとのことだ。自宅で最後の時を過ごしたいと希望したという父に、私とマリエはなるべく頻繁に父の様子を見るため実家を訪ねるようにした。私たちの顔を見ると、暗かった父の表情がパッと明るくなる。その顔を見て最後の時までなるべく親孝行をしたいと思うのだった。だったらさ、思い出にみんなで温泉旅行でも行かないか？私が父の話をしていると、夫の翔介がいいことを思いついた、と手を叩いて私に提案してきた。今のうちにみんなで集まって温泉でも行かないか？お前もお父さんの病気のことで最近はずっと張り詰めていただろう。翔介は父と母、そして妹を呼んで温泉旅行に行かないかと言った。いいの？あなたにとって義理の両親と旅行なんて息が詰まるんじゃ。そんな薄情なこと思わないって、最後に親孝行をしてあげなよ。そんな夫の心遣いに嬉しくて涙が出そうになった。父と過ごせる時間のことを考えると、確かに最後に思い出として旅行に行くのもいいかもしれない。早速父たちに連絡して旅行のことを話す。するとみんな了承してくれたので、私が幹事となって旅の計画を立てることになった。病気の父に負担をかけないように近場でかつサービスの行き届いた旅館を探す。いい旅行にしたい。そう思って私は張り切って旅の行き先を探し始めた。そして旅行当日。父にとっていい思い出になればいい。そんなことを考えながら出発した。チェックインを済ませ、長時間の歩行が難しい父は旅館に残り、私たちは近くの観光地を徒歩で巡ることになった。そこで私はある違和感に気づく。これおいしい。翔介さんも食べてみて。どれどれ。本当だ、おいしい。妙にはしゃいだ様子で妹のマリエが夫の翔介とじゃれ合っている。撮影スポットではスマホを構えた翔介が、マリエちゃんそこ立って、撮るよ。可愛く撮ってよね。任せて。はい、チーズ。うわー、かわいい。画像を送るね。どれどれと一緒にスマホの画面を覗きながら楽しそうにしているその距離の近さに少し首をかしげる。あんなに仲が良かったかしら。気づけばマリエは私よりもいつも翔介のそばにいて、傍から見れば二人が夫婦か恋人のように見えた。あまりいい気分はしなかったが、旅行ということもあって、マリエも浮かれているのかもしれない。今回の主役はあくまで父だ。私がマリエと喧嘩をして雰囲気を悪くしてもいけないだろうと我慢することにした。旅館に戻り、夕食までは各自好きに過ごそうということになった。父は部屋で眠っている。継母の純子は旅館の散策をしたいと、私たちに先駆けて早々と部屋を出て行った。私はお風呂に入るために大浴場へと向かったが、旅館内は広く表示を見失って迷ってしまった。あれ、こっちの方角だと思ったんだけどな。運悪く旅館のスタッフの人もおらず、私はぐるぐると広い旅館内をさまよう。しばらく歩くと遠くに二人分の人影が見えた。その後ろ姿には見覚えがあった。翔介とマリエだ。どうして？なんで二人で歩いているの？翔介は家族風呂に入ると言っていた。マリエは部屋で休憩すると言っていたのに。こっそり後をつけると二人はある場所に入っていった。壁の表示には家族風呂と書かれている。この温泉旅館はいろんな種類がある家族風呂が大人気だ。そういえば、この旅行の計画を持ちかけたのは翔介だ。そして私にそれとなくこの旅館を進めてきたのも翔介だった。そこに二人で入っていったということは。まさか、マリエが翔介と？日中の二人の距離は不自然なほどに近かった。私は最悪の事態を想像してめまいを覚えた。父のための旅行のはずだったのに、まさかこんな事実が発覚するとは。何かの間違いかもしれない。たまたま二人で中を覗きに行っただけで、きっとすぐに出てくるだろう。そう思って廊下で待っていたが、二人は出てこなかった。そんな、どうして。私は呆然とした気持ちで、しばらく立ちすくむ。妹は翔介のことが好きなんだろうか。いつからそんな関係だったのだろうか。様々な考えが頭の中をぐるぐると回った。私は考え込みながら元来た道を戻り、ひとまず部屋に帰る。それからしばらくして、翔介が風呂から戻ってきた。ああ、家族風呂最高だった。やっぱり一人でゆっくり入れるのはいいよな。予約を取っておいて正解だったよ。翔介はやたらと一人だったことをアピールした。その態度があまりにも不自然で、私は思わず顔をしかめ、睨みつけた。どうしたんだよ、そんな怖い顔して。私の態度に翔介が戸惑ったように聞いた。一人で家族風呂に入っていただなんてよくそんな嘘がつけたわね。あなた、マリエと二人で家族風呂に入っていたでしょ。信じられない。怒りを抑えられず、私は翔介を問い詰めた。はあ？何言ってるんだよ。見間違いだよ。あくまで言い逃れをするっていうのね。私、しっかりとこの目であなたとマリエが家族風呂に入っていくのを見たんだから。私が問い詰めても、夫はそれは別人だと白を切り通す。どうしたの？大きい声を出して。廊下まで言い合っている声が聞こえているわよ。私たちの言い合う声は廊下まで響いていたらしい。帰ってきたマリエが慌てた表情で部屋に入ってきた。どうしたの急に。喧嘩でもしたの？ねえマリエ、正直に答えてちょうだい。あなたは翔介と不倫をしているの？私の言葉にマリエの目には戸惑いが浮かんだ。お姉ちゃん、あのね、それは、その。否定しないってことは事実なのね。さっき二人が家族風呂に入っていくのを見たのよ。信じられないわ。あなたがそんなことをするだなんて。昔から誰よりも信頼のできる妹だった。それなのに、私は裏切られた気持ちでいっぱいになった。マリエに詰め寄るが、妹はしばらく無言で何も答えない。何かを深く考えているような表情をしている。そんなマリエを翔介は不思議と睨みつけていた。まるで余計なことを言うなとでも言うように。しばらく無言の時が続き、やがてマリエが重い口を開いた。お姉ちゃん、話があるの。きっとショックを受けるかもしれないけど、私のことを信じて聞いてほしい。マリエは意を決したような表情で、私に淡々とした声で言った。お姉ちゃんが私を疑うのも無理はないわ。私はやむを得ずそういう行動をさせられていたんだもの。どういうこと？マリエの言動の意図が読めずに戸惑っていると、そこに警母の純子が戻ってきた。ああ、いいお湯だった。あら？なあに？みんな揃って。年齢の割にはまだまだ若々しい純子は湯上がりに肌をほてらし、女の私から見ても色っぽかった。マリエの視線が純子に移る。そして妹は驚くべきことを話し始めた。翔介さんとお風呂に入っていたのは私じゃないわ。この人よ。そう言ってマリエは純子に向かって指をさした。マリエ曰く、翔介と純子が不倫していることを最近になって知ったという。仲睦まじい様子で街を歩く二人をたまたま見かけたマリエは、二人を私に気づかれないように呼び出し、関係を問い詰めたらしい。お姉ちゃんを裏切って義母の母親と不倫だなんて、何を考えているの？だってしょうがないじゃない。私はまだまだ若いのよ。忠さんが死ぬまでずっと老人の介護をするなんてあんまりだわ。手近な若い男と遊んだってバチは当たらないわ。そうだよ、純子さんがかわいそうだ。俺はそんな彼女が不憫で慰めていただけだ。マリエの怒りにも二人は動じず、それどころか開き直った態度を見せた。だからってお姉ちゃんを裏切っていい理由にはならないわ。お父さんとお姉ちゃんにあなたたちのことを伝えるから。マリエが二人の関係をばらすというと、純子と章介は自分たちの不倫関係を棚に上げ、あろうことか父の病気を盾にマリエを脅し始めたそうだ。余命少ない病気で苦しむ父親を悲しませるの？そんな親不孝なことはしない方がいいわ。お父さんはあれだけ弱ってるんだ。俺たちの関係を知ればショックで病状が悪化するかもしれないぞ。それでもいいのか？それに彩香だって今は父親の病気のストレスでいっぱいいっぱいなのよ。姉にこれ以上心配をかけない方がいいわよ。そう言われてしまうとマリエにはどうすることもできず黙っているしかなかった。さらに純子は章介の不倫相手が自分だと周りに悟られないようマリエを偽の相手役としてカモフラージュをするようにと持ちかけたのである。今回の旅行中、マリエがやたらと章介のそばにいたのは裏でそんな取引があったからだった。マリエを目くらましに使い、自分たちは堂々と不倫行為に走っていたのだ。お姉ちゃんに疑われてもしょうがないわ。だけど本当に関係を持っているのはこの二人よ。その証拠ならここにあるわ。マリエは自分のスマホを取り出し、おもむろに操作し始めた。マリエも便利に使われるだけではなかった。マリエは純子に協力するふりをしていたが、実際には二人の不倫の証拠を集めており、いざという時のために記録を残していたらしい。今回の旅行中、マリエは章介と純子の会話や、二人きりになった時抱き合ったり、口づけする様子を隠し撮りしていたのだ。スマホからは純子と章介の会話が流れ始めた。もうすぐあの世に旅立つじじいより若い男がいいに決まってるわ。ああ、早く死なないかしら。じじいが消えたら結婚しような。俺も彩香を捨てて純子さんと一緒になりたい。二人は早く父が亡くなることを願っていたのだ。その録音された会話を聞いて、私は怒りで震えた。お姉ちゃんにもバレた今、もう黙っておく理由もないわ。お父さんのこともあって、黙っててごめん。でも、もう全部暴露する。マリエは毅然とした態度で二人にそう言った。しかし、純子も章介も、開き直ったように笑い始めた。別に今さらバレたところで痛くもかゆくもないわ。あの人の遺産をもらったら、あんたたちの前から消えてあげるわよ。そうだな。どうせあのじじいはもう死ぬんだ。お前らが何を言おうと、起き上がれもしないじじいにはもう何もできないさ。すると、豪快な笑い声が部屋中に響いた。それはどうかな。俺もずいぶん見くびられたものだ。隣の部屋で寝ていたはずの父が突然スタスタっと歩いて私たちのいる部屋に入ってきた。父は病気によって衰弱し、誰かの介助がなければほとんど歩けないはずだ。その場にいる誰もがそんな父の姿を驚きの表情で見ていた。お父さん、なんで？どういうこと？病気で歩けないはずじゃなかったの？私たちは口々に父に疑問を投げかけた。病気になんてなっておらん。俺はまだまだ動けるぞ。ほれ。そう言って父は軽やかに動いてみせた。病気は嘘だったってこと？一体何のために？いやいや、お前たちを騙していてすまなかった。だが、どうしても必要だったんだ。こいつらの関係を明るみに出すためにな。父はそう言って純子と章介の二人をじろりとにらみつけた。会話もおぼつかず、日常生活が難しいほど体力が弱っていたと思われていた父だったが、実は元気で末期がんというのも全て作り話だった。父は以前から章介と純子の関係に疑いを抱いていたが、確固たる証拠は何もない。興信所に調査を依頼することもできたが、破天荒な性格の父は一芝居を打って自らの力で二人の不倫関係を突き止めようと目論んだらしい。自分が病気になれば純子は本性を表すのではないかと考え、娘の私たちをも騙して病気のふりをしていたのだ。父の計画通り、純子と章介はこの旅行の間も父を心配するふりをしながら、父が寝ている横で財産の相続の話で盛り上がっていた。寝たきりで会話もままならない父に聞かれたところで構わないと思っていたらしいが、父は二人の会話を聞き、二人が不倫関係にあること、そして自分が死んだ後の財産を狙っていることを確信した。俺が寝たきりだと思ってずいぶん好き放題してくれたな。遺産どころか、お前とは離婚だ。父がその場で純子には財産を残さず、すぐにでも離婚すると言い渡した。それを聞いて純子は慌てふためき始める。そんな考え直して。だって私はこの人にそそのかされて、そんな関係に魔が差しただけなのよ。純子は泣きながら父にすがりついた。親子ほども年の離れた父と結婚したのは、やはり金目当てだったのだろう。それが離婚となっては、今までのように贅沢な暮らしもできないと気づいたのか、元はといえば、章介から言い寄ってきたのだと、純子は必死で言い訳を始めた。俺のせいにするな。あんたが先に俺を誘惑してきたんだろうが。そもそも遺産がもらえないなら、何のためにこんなおばさんと。純子の言葉に章介は反論した。章介も本気で純子を愛していたのではなく、純子が受け取るであろう父の財産が目的で純子に近づいたのだった。はあ？おばさんってどういうことよ。綾香より美人だっていつも褒めてくれていたじゃない。あれは嘘だったってこと？当たり前だろ。遺産のことがなかったら、あんたみたいな肌のたるんだおばさんなんて眼中になかった。話が違う。思わず本音が出た章介に、純子は激高して掴みかかった。お客様、一体何の騒ぎですか？警察を呼びますよ。言い争いながら揉み合う二人に、旅館のスタッフが異変に気づいて部屋に駆け込んできた。結局二人の大喧嘩は警察を呼ぶまでの騒ぎになった。パトカーが到着し、警官にこっぴどく叱られた二人は、そこでようやくおとなしくなる。私たちはあまりの展開に呆然とその様子を見ていたが、父だけは腹を抱えて笑っていたのだった。その後、章介は離婚についてかなりごねていたものの、私が弁護士を立て争う姿勢を見せると、突然態度を変え、離婚を承諾した。章介はもともとは小心者で、強い立場の人間には逆らえないタイプだからだろう。そんな彼だから純子にたやすくそそのかされてしまったのだ。そして純子も父から離婚届を突きつけられた。純子は涙ながらに離婚を堅くなに拒否したが、マリエが記録し続けた不倫の証拠が決め手となって離婚が認められる。章介も金に目がくらんでと私に言い訳をして離婚を取りやめてほしいと懇願してきたが、私はその要求を頑として聞き入れなかった。自分の妻を裏切ってその妹を脅して不倫した男とこのまま生活を続けるなんて到底無理よ。離婚してあげるから今度はちゃんと金持ちのマダムでも捕まえるのね。そんな、綾香、もう一回だけ考え直して。もう二度と私の前に現れないで、見てるだけで吐きそうだわ。私の言葉に、翔介はがっくりとうなだれた。そして離婚した後も、翔介と純子が一緒になることはなかった。翔介は財産狙いで義母と不倫したことが会社内で噂になり、人事から人間性に問題があると言い渡され、窓際部署に異動させられてしまったそうだ。再婚どころか、翔介に寄りつく女性は皆無で、一人寂しく小さなアパートで暮らしているらしい。純子は父と離婚した後、モデルの仕事に戻ろうとしたが、年齢もあって干されてしまったそうだ。生活に困った純子はやむなく水商売を始めるが、鳴かず飛ばずで全く人気がないらしい。そして同時にホストクラブにはまってしまう。水商売でうまくいかない鬱憤をちやほやしてくれるホストで発散し、収入以上にホストに貢ぎ、挙句借金を重ねた。純子は借金を返せるあてもなく夜逃げをして行方をくらましてしまったらしい。その後純子をたまたま目撃した人の話では、彼女は以前よりかなり老け込み、別人のようだと話していた。父はあの後、私たち姉妹に改めて頭を下げて謝ってくれた。不倫を暴くためとはいえ、お前たちにまで嘘をついてしまったのは申し訳ないと思っている。許してくれ。深々と頭を下げた父に、私はマリエと顔を見合わせると、思わず笑ってしまった。お父さん、顔を上げて。もう私もマリエも怒ってないわよ。そうよ。そりゃあ確かに騙されていたことにはびっくりしたけど、それよりもお父さんが元気ってことが分かってほっとしたんだもの。父に騙されていたという思いよりも、父の病気が嘘だったことの方が私たちは嬉しかった。お前たち、ありがとうな。そうだ、温泉旅行の仕切り直しといかないか？父は台無しになった旅行に改めて3人で行かないかと提案してきた。もちろん金はすべて俺が払う。お前たちには迷惑をかけたからな。迷惑料だと思って受け取ってくれ。もうお父さんたら、そんなに気にしなくてもいいのに。そうはいかん。せっかくお前が俺のためを思って企画してくれた旅行を台無しにしてしまったんだから、それくらいの償いはさせてくれ。いいじゃんお姉ちゃん。お父さんも嘘をついていたことが気まずいんだろうから、素直に甘えようよ。ねえねえ、どこ行く？せっかくだから、うんと高級なとこに行こうよ。そうやって3人で笑いながら話す。そこで私はようやく家族に平穏が戻ってきたという実感が湧いてきたのだった。それから父は周囲に病気のことは嘘だったことを打ち明け、再び会社経営に戻った。まだまだ精力的に仕事に取り組むつもりらしい。今度は若い女になんて騙されないぞと笑う父に、私たちはほっと胸をなで下ろす。この調子だとしばらく病気とは無縁で済みそうだ。マリエはというと、仕事を通じて知り合った男性と付き合い始めたらしい。相手の男性は誠実な人で、この人なら妹を任せられると思った。妹の幸せのために、私も陰ながら応援したいと思う。私はというと、翔介との離婚でもう恋愛はこりごりだと、独り身を貫く覚悟だった。しかし、元夫と離婚するとき、親身になってくれた弁護士の男性とたまたま街で再会し、彼と付き合うことになる。しばらく男性不信のようになっていた私だが、彼はそんな私を優しく見守り、心の傷が癒えるまで寄り添うと言ってくれた。父は、お前は俺と同じで見る目がないからなぁと心配していたが、彼を紹介すると意気投合し、まるで自分の息子のように可愛がっている。一度は夫に裏切られてしまった私だが、彼とならばきっと幸せな家庭が築けることだろう。父と妹のお墨付きを得て、私はそう確信していた。